ブライアン・グレーザーはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス生まれの映画プロデューサーである。また、ロン・ハワードと共に立ち上げた映画プロダクションイマジニエンターテインメントの共同創始者でもある。2003年にハリウッドにおいて最も力のある人物の13位に選ばれヒットメーカーとして格好たる地位を築き上げた。ロサンゼルスに生まれる。 南カリフォルニア大学の映画学科を卒業してからプロデューサーになる前まではサーファーだった。その後25年以上プロデューサーとして数多くの映画、テレビをプロデュースしており、それらの作品がアカデミー賞、エミー賞をはじめとする数々の賞にノミネートされた回数も少なくない。そして2002年に名優ロンハワード監督ラッセル・クロー主演のドラマ ビューティフルマインドが見事アカデミー作品賞を受賞。ハワード監督とは数多く組んでおり、共に映画プロダクションのイマジンエンターテインメントも創設した。これまでプロデュースした作品の知名度も高く、工業収益も相当長くになる。テレビ作品でプロデュースした中には、日本でも人気沸騰の 24-24- 24がある。 エンターテイメント業界でのその影響力と知名度から、ハリウッドウォークオブフェームにもその名が刻まれており、アニメシリーズ、ザ・シンプソンズにおいては、本人役での出演も果たした。2009年5月に、天使と悪魔のプロモーションのため主演のトム・ハンクス、監督のロン・ハワードらと共に来日。丸の内ビルで行われたプレミア試写会や、帝国ホテルでの記者会見。 息子と共に東京ドームで行われた巨人、中日戦の始球式などに出席した。これまで3度の結婚をしており、それぞれに子供を設けているので現在は5児の父親でもある。しかしすべて離婚に終わっており、最後の結婚も2009年5月21日に終わった。ありがとうございます。